第3話よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、まあ散々あの洗礼原始者と言われてみたいな話やってきましたけれども、じゃ あ, あのどんなあの洗礼も最初に真偽があるだろうと、うんうんうん、そうだよ、うんうんうん、そこでまあ素晴らしい例えが出てくるんですね。まあ、例えというか、まあ、それを言った人がどうなったかというところでですね、うんうん、まあ、後醍醐天皇と、うんいうことでですね、まあ、お話したいと思うんですけれども、うん、まずですね、まあ、建武の神聖の初めにですね、鎮賀神義は後世の洗礼たるべしと、うんうん、まあ、周りに洗礼がありませんってお家さんに言われて改革が進まなくて、うん、業を煮やして後醍醐天皇が言ったわけなんでございますけれども、うん、じゃあその結果どうなったかっていうと、フルボッコ、うん、あの後醍醐天皇の建武の神聖って武家に恩賞が薄くて不公平で潰れたって言われるんですけど、うん、違います。公家にも不評でした、うん、あれ側近だけなんですよ、いいのはね、はい、坊門清忠とか、もうあの天野安子でしたっけ、はい、まあ、あの辺だけなわけですよ、ね、そうなんですよね、うん、本当に後醍醐天皇の人として最低ですからね。だからね、一番大事にしなきゃいけない森永親王でさえね、はい、切り捨てるっていうね、恩賞、うん、だったらあの人大統だと思うんですよ。そうそうそう、森永親王の悲惨さ見てですよね、うんうん、一番不公平だったの、その武家よりも森永親王が一番悲惨じゃないですか、一番かわいそうだと思うんです、はい、やっぱりその、まあ、秦の秦や後世の洗礼たるべし、まあ、始皇帝がね、はい、みたいなすごい言葉で秦帝国すぐ潰れちゃったんですが、はいはい、まあ、まさにその建武の神聖がね潰れたっていうのはね、うん、まあ、その後醍醐天皇のここら辺の、うん、まあ、良きも悪きも悪きやる気いっぱいから始まってるのかなと、はい、うん、いや、まあ、多分これもう苦し紛れに言ったんですかね、言っちゃったんだと思うんですよ。あ、うん、あの後世の人が美化するようにそんな、うん、なんか力強く言ったんじゃなくて、うん、もう全然改革が進まないから苦し紛れに行って、うん、ああ出現しちゃったって言って国社会で絶対行っちゃいけないことがで、うん、で、あの、うん、その坊門清忠みたいな、もう大河ドラマで藤木隆さんがこれでもかと悪役ぶりをやってて、うん、大河史上最悪の極悪役と言われてるんですけど、うん、本当あのまんまですよね、坊門清忠、うん、ていうか資料を見るともっとひどい、うん、いや、坊門清忠だけいう楠木正成見殺しにしてね、はい、っていうか殺すように持ってったんですよね、持ってっといて、やっぱり最初から俺は永座に行けって言ったんだ、うん、ええー、みたいな、そう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 、嘘みたいな、うん、だからね、あ、まあ、楠木正成もね、その従っちゃったのもね、またどうかと思うんですけど、ね、はい、うん、まあ、せっかく孫子読んでたのに、ね、はい、ちょっとそれ別の番組で、うん、あ、まあ、すいません、いや、ついね、その、はい、そういう話になると乗ってしまいますね、はい、申し訳ありません、はい、まあ、今回はその朝廷の話です、朝廷の話です、ごめん、はい、皇室の話、いや、まさに今回は朝廷、まあ、そうですけど、で、奥家さんの中でも、うん、まともな北畠近房昭家親子ってボロクソですもんね、後醍醐天皇、うん、いや、だって太平記がね、あれだけその南朝びきの太平記が批判してるんですから、はい、これは 大事なわけですよ、はい、うん、もう神農小統記って、うん、まあ、読めば読むほど後醍醐天皇への嫌味と批判に溢れてるわけなんですけど、うん、あの北畠昭家が、うん、まあ、結局あの死ぬ直前に21箇条の糾弾文、ね、うん、はいはい、そう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 、うん、あ、本当に正論なんですよ、はい、この通りにやってれば間違いなかったっていうね、はい、うん、でやっぱり先生がすごく面白いのは、はい、この後醍醐天皇のやった真偽というね、はい、要するに真偽とはなぜやるのかっていうと、ここがやっぱりすごくね、はい、重要なことだなと、うん、だからあの明治維新の時は神武創業の精神っていう、まあ、真偽なんだけれども、うん、洗礼にのっとってるよと、で、うん、わけが分かんないこと言わないでくださいねと、これ今異常事態だからと、うん、あ、でそもそもあの古すぎる事例しかない洗礼は、うん、あの吉礼じゃないっていう原則もありますね、あ、だから神武創業の精神ってもう本当これは後世乱発しちゃいけないよって意味だし、うん、室町時代に慶太天皇の洗礼持ってきた時に、うん、あのこんなものは、あ、そんなものしか洗礼がないのかっていうことで、まあ、あの朝廷の権威がどんどんなくなっていったっていうことですもんね、うんうんうん、だから真偽っていうのがね、やっぱりその先生がおっしゃるのが仕方なくやるもんだと、はい、まあ、無理にやるものじゃないと、まあ、まあ、そのずっとそういう洗礼で来られれば来られるけれど、はい、まあ、それが続かなくなった時に初めて真偽が出てくるんだっていうね、はい、これは非常に例えとして分かりやすいとか、ね、でことごとく不吉なことから始まってる、うん、根幹的に大事なことっていう、まあね、じゃあその事例いくつか、うん、まあ、今もう続いていて、その後定着してしまって
した、うん、して別に悪いことじゃないんだけれども、うん、じゃあその審議だった時どうだったかっていうと、うん、まず、女系論の皆さんが、最初にやりたい女帝、うん、まあ俗に推古天皇と言われてますけれども、うん、厳密には伝説の神宮皇后ですよね、うん、じゃあなぜ推古女帝が誕生したかっていうと崇祯天皇が暗殺されたからですもん、ね、うん、天皇暗殺ですからね、うん、まあ、ちなみにあとですね、あの明治昭和の皇室典範で女帝は禁止されてるっていうのはみんな知ってるんですけど、うん、同居事件ってあれ女帝の禁止なんですよね。本郷和人先生なんかがあの同居事件で女系が禁止されたって男系派の桃地明先生が言った時に、うん、いや女帝の禁止だからと言って、うん、いやそりゃそうですよと、うん、で桃地さん何言われたか全然分かってなくて、うん、文藝春秋読んで頭抱えたんですけど、うん、あの女系なんてもう慶太天皇よりはるか手前にやっちゃいけないって当たり前すぎて禁止するまでもないんですよ、うんうんうん、女帝がコリゴリだからあの同居事件でやめにして、うん、でそれが800年後明昭天皇の時徳川秀忠 の、うん、あの朝廷の介入という異常事態が起きたんで復活させて、うん、その後江東危機の時に、まあ、後桜町天皇で復活してるという話なんで、うんうん、同居事件 の、 あの何が起きたかっていうと女帝の禁止ですからね、うんうんうん、無理やりやるもんじゃない、うんっていうことですね、うん、まああんまりや本当に大変な時はやっていいけれども、うん、あくまで中継ぎですもんね、うんでうん、まああのやっぱりその女帝の問題っていうのはね、はい、私なんかやっぱり最初にやっぱり誤解したのは、ね、女帝と女系って結構誤解しやすいんですよ、はい、うん、実は違うっていうね、そうなんですね、うん、はい、全く違うわけですね。で次にですね、まあ今私は攘夷は今でこそ華麗だと、うんうんうん、華麗吉麗だと思ってるんですが、うんうん、じゃあ史上最初の攘夷は光玉天皇、何が起きたかっていうと宮中で殺人事件、うん、しかも実行犯が息子、まあ、大化の改新ですね、うんうん、まあ、長野上の王子が、まあ、大獄殿で磯金入鹿暗殺するという、うん、ショックを受けたお母さんが退位しちゃうと、うん、いうのが史上初、うん、なので、まあ、これも今で私はその後定着したんで攘夷、うんうん、の方が吉例だと、うん、まさに上皇の日本史ですごい長い話なんで、まあ、千年以上の歴史を一言で語れないんですが、まあでも最初はあの不吉、うんうん、で次にですね、まあ、今あの女性は民間人でも皇族になれるし、うん、陛下になるんですよ、うん、パンピーの男性は平さんも源さんも藤原さんも徳川さんも誰一人として殿下までであって皇族になったことはない、うん、準皇族までであって陛下になったことはない、うんうんうん、わけなんですが、うん、じゃあ最初はあの民間人の皇后ってできなかったんですよね、うんうんうん、じゃあ最初その真偽は誰かっていうと光明皇后で、うん、光明皇后という方は非常に立派な方だったんでその後民間人の皇后、あちなみに皇后以外の奥さんにはなれたんですけど、うん、古代から、うんうんうん、じゃあ光明皇后の真偽ってどういうふうにして起きたかっていうと長屋の王の変、うん、やっぱり血塗られてるわけですね、うん、先生がやっぱりねその親戚降下した人間がね、はい、天皇の連だったりないってこと、まあ、将門公の出したと、はい、まあ、これ非常にやっぱりなぜ将門公は天皇じゃなくてね親王と名乗ったかっていうのは非常に分かりやすいですよね、はいはい、まあ、しかもあの、うん、そのまんま民間人で、うん、あの皇族に戻っているわけじゃないですか、うん、戻って親王宣言将門にしてもらえなかったから親王になるしかない、うんうん、そうですよね、わけですよね、うんうん、結局平将門って反乱だっていうけど、まあ、独立国目指したっていうのはそうなんですけれど、はい、逆に言うと日本の朝廷の枠組みの中でね、はい、まあ、自立しようとしたっていう、はい、まあ、結構誤解されてると思うんですけど、ね、はい、それもまた別の問題、すいません、はい、ついどうも申し訳ありません。でそれでですね今話の流れでただそれぞれ一例だけ元皇族の天皇と旧皇族の天皇がいて、うん、宇田天皇醍醐天皇で、うん、まあ、これは何度も言ってるんで本章でおさらいしていただきたいんですが、うん、いずれも藤原氏の先王なんですよね、うんうんうん、だからまあ女系派の人はそのかなり古い例だしでその異常な事態があったから吉例じゃないからって言うんですけど、うん、じゃあ先例がない人いいのかと、うんいう、まあ、女系論の皆さんって理屈はこねくり回すんだけど相対評価できないですよね、うん、いや確かに宇田天皇醍醐天皇は吉例じゃないですよ、うん、でも他に先例がないんですもん、うん、で女系論って先例ないし、うんうん、じゃあどっちがマシなの、うん、
ていう相対評価ですね、うん、女系論の皆さん相対評価っていう言葉ね覚えていただきたいですね。あと最後これあの結局あの定着何回かありますけどあんまり定着してない、うん、やっちゃいけないわけじゃないけれどもあの、まあ、無理やりやる話じゃないよなっていうのが不当玉定、うん、結構上皇って天皇やらずになれ、うん、なれるって知らない人多い。あ我々歴史の世界だと常識じゃないですか、うんうん、ところが安倍内閣の皇室典範の有識者会議に呼ばれるような人がこれ知らない。あ嘘みたいな。あはい、あだからあの日本史の教科書だと、うんうん、山川教科書レベルで孫郷一見って江戸時代の例出てくるじゃないですか、うんまあ、降格天皇が徳川家斉の時代に松平定信を失脚させるためにやった事件ですけれども、じゃあそれの真偽っていつかっていうと後高倉上皇なんですよね、うん、で後高倉天皇はいなくて後高倉上皇はいるのは、うん、上級の乱の時に院政を行える人がいなかったんで、うん、無理やり皇族の方に地点の君になってもらったという北条義時の戦王として、うんまあ、江戸時代の水戸学なんかだと徹底的に批判される事例ですけれども、うん、じゃあこれ無理やりやる話かと、うん、いうふうに一時が万事あのまあ真偽ってだって原それこそ原理的にというか自動的にというか、うんまあ、理屈として、うん、あの洗礼守っててうまくいくんだったら、うん、洗礼守ってればいいんで、うん、審議やんなきゃいけないっていうことはおかしなことはあるわけですよね、うん、じゃあなだから自動的に、まあ、全ての審議は、まあ、無な吉礼じゃない不吉にが伴うと、うんうん、でもその後はまあ定着して洗礼になってるものはあるんですけど、うん、無理やりやるもんじゃないし、うん、で皇室っていうのはあの洗礼の中から吉礼を探すものであって、うん、私がなんで男系言ってるかっていうとあの、まあ、宇田天皇醍醐天皇の洗礼があるからで絶対今旧皇族だった人今すぐ天皇にしろなんて一言も言ってないのに、うん、そんなの国民が納得するのかみたいな、うんうん、じゃあ習近平の息子があの、うん、内親王と結婚してその子が天皇になるとか国民が納得するのかって話ですよね、うんうん、そういう相対評価女系論の人たちは卑怯なんでしない。結局、うん、そのやるべきこと全部やって打つ手がなくなった時初めて審議が出るわけですね、はい、だからまあその洗礼が通用するんであればね、あえて審議をやる必要はないと、はい、うん、全くやる必要がない、うん、やろうとすると後醍醐天皇みたいなね、はい、まあ、あの先生がその後醍醐天皇を評価してるし、はい、評価点もああなるほどなっていうね、はい、あの確かに後醍醐天皇いいところもあるなっていう。そうなんですよ、うん、いや結構あの後醍醐天皇ってはちゃめちゃな天皇で、うんうん、いやもう今後ですね来年今年か来年あたりですねもっと批判する本書こうと思ってるんですけど、まあ、それとはいうものを私は人間の評価100点も0点も言ったことなくて、うんうんうん、で実際に江戸明治って楠木正成がスーパーヒーローじゃないですか、うんうんうん、でその楠木正成が仕えた後醍醐天皇って立派な人なんですよね、うん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 、で忠臣蔵の大石蔵之介も立派な人だから、うん、なんか浅野匠とかにもなんか美化されてるじゃないですか本当はろくでもなしだったのは。でそのイメージがあって、うんうん、でそこで本題、まあ、実はどっちが本題か分かんないんですけど、うん、今日、あの明治憲法は制度化された後醍醐天皇みたいな捉え方する人多いんですよ、うん、違います、うん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 、まず、まあ、帝国憲法と呼べっていうのはどうでもいいとしてあの帝国憲法の天皇っていうのは、まあ、普段同士比べた今の憲法と同じで、うん、基本的に儀礼を行う存在です、うん、ただ条文上は一緒なんですけれども、まあ、運用が違ってて、うん、あの警告する権利激励する権利相談を受ける権利を行使して現実の政治に影響力を行使しても良い存在だったんです、うんうんうん、聞くかどうかは大臣 の、うん、あの責任だったんで昭和の大臣一人残らずバカだったんでああなっちゃったんですけどまあただまあ昭和天皇が何か言ってそれが憲法違反だという人は一人もいなかったんですよね、うんうんうん、ところが戦後になって儀礼を行う存在だというのは同じなんですけれども、うんうん、目くらまを押すロボットタレとあいや、うん、という宮沢俊義というどうしようもない人がいて、うん、それが内閣法制局見解になってしまったと、うんうん、でそもそも有事なんてものは何も考えてない、うん、帝国憲法の天皇っていうのは、うん、いざという時はそれこそ後醍醐天皇じゃないですけれども、うんうん、本来の統治権者として政府機能が麻痺した時に平時に服す役割を果たせと、うんうん、まあ、後醍醐天皇は自らが乱を起こしてますけどまあ後醍醐天皇ね、でも
まあ、人望がある、ね、不思議と人望がある。そうなんですよ、ね。まあ、それとまあそのめげない、あの不屈の闘志、はい、これはまあそうなんですか、先生から言われてなるほどなと思うのはね、朝から晩まで働いたと。そうなんですよ。これは確かに一生懸命やってるんですよね。朝から晩まで仕事してるんですよね。猛烈社員の典型ですよね。そうそう、猛烈社長、うん、でそれから民のために乗るって言われてみるとそうなんですよ。だから天災が起きた時に、うん、天は民、罪のない民を罰したもうな、うん、私を罰したまえとか言って祈ってるんですよ、ね。そうだからあのルイ16世じゃないけど、はい、基本的に言うと国民大事だと、はい、ただやってることがめちゃくちゃなもんでね、はい、結局国民大事にしていない形になってるっていう、まあ、そういう天皇だなと、うん、まあ、改めて言われてね、まあ、確かに4つの長所、2つはよく分かったですね、はい、2つ後の2つは、ね、はい、言われてみると確かに、はい、うん、後醍醐天皇もいいとこあるなと。まあ、人間の方が100点も0点もありませんからね、うん、いやだって朝から晩まで働くってヨーロッパだったら、うん、あのフランツヨーゼフとオクタビアヌスしかいないって言われてるんです、うん、あのムストリーニが初めてイタリアでそれやったってね、有名なんですよね、はい、8時に執務室にだってね、そう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 、だもう働き者っていうだけでヨーロッパじゃメイクになっちゃって、うん、日本だったら後醍醐天皇だってやってるようで終了ですからね、うん、いや後醍醐天皇ってね、その、まあ、まさにその確かにいろいろ問題あるけれど、はい、まあ、自分の中ではどうしても森永親王に対する仕打ちがひどいもんで、まあ、本当にひどいですからね、嫌いっていうか嫌だったんですよ、はい、でも言われてみると確かに民のことは考えてるなっていう、はい、うん、まあ、これはあの新しいし、はい、まあまあその明治天皇、明治憲法がね、まあ、帝国憲法がですね、はい、うん、その確かに後醍醐天皇っていう例えがいいかどうかっていう、ね、うん、はい、うん、その辺っていうのはもっと議論されても、うん、でもやっぱり言ってる人いるわけですよね、うんうん、はい、いや、 やっぱりと明治維新の時に、うん、大化の改新、建武の中華を明治維新って三大改革って並べ方よくする、うん、で、まあ、後醍醐天皇、まあ、太平記みんな愛読してて最後、うん、南朝政党論とかわけわかんないことやっちゃうじゃないですか。あ、はいはいはい、あ、まあ、ちょっとそれやると別の話になるんであれなんですけど、まあ、どんどん進みますからね、うん、話が、うん、うん、まあでも後醍醐天皇も天智天皇も異常な天皇 で、うん、で歴史に名を残すってことは、うん、なんか変なことが起きた時で、うん、圧倒的多数の天皇は穏やかに、うん、まあ、あの民を見守ってたと、うん、な何もないから、うん、あの歴史に名を残さないんですよね、うん、だって後醍醐天皇南北朝60年の動乱を起こしちゃいましたけど、佐賀天皇3日で終わらせたから、うん、佐賀天皇は名前が残ってなくて、うん、北畠親房はものすごい評価してるわけですよね、うん、いや、損失じゃないですけどね、当たり前のようにすごいことやってしまうとね、評価されないわけですよ、はい、うん、やっぱりその、うん、大変だってみんな思って見てるとね、はい、まあ、随分頑張ってるなってね、はい、まあ、評価されるって、あ、まあ、会社なんかもそうですけど、うん、それでですね、宇野上先生の専門ですけど、再来年三谷幸喜さんは北条義時、うん、あ、義時やります、やるじゃないですか、やりますね、ね、うん、もう絶対ね、あの時政松平健やってほしい、ああ絶対ね、あの黄金パターンで昔の主役をね、重要な役で持ってくるみたいな、うん、真田丸で成功したパターンで、そうそう、昔の義時役が松平健で、うん、前半のヘタレっぷりと後半の極悪キャラの対比ぶりがまさに大河ドラマみたいに当時言われてて、うん、ね、あと岩下志麻の極妻より怖い北条政子北条政子は大体歴代ね、はい、除血ですよね、除血で、やっぱりこれは綾瀬はるかしかないなとか、そういう話は置いといてですね、はい、でですね、うん、あのそれで本当に、ええ、でもないんですけど、北条泰時って、うん、上級の乱で、うん、あの総大将をやったのと、うん、上映七目しかないんですよ、あ、義時、うん、あ、泰時、あ、泰時、うん、泰時、まあ、義時後ろにいて泰時が攻めていったのと、うん、でそのまま六波羅探題になって、うん、おじさんを連署にして上映式も食えて日本史で丸暗記して終わり、うん、で鎌倉幕府の執権で60超えた唯一の人だったと思うんですけれども、長生きしてみんな早死にじゃないですか、働きすぎて、まあ大体鎌倉幕府は家老体制ですからね、そうですよね、うん、でそれで泰時一人だけ穏やかに、うん、もう特に政変を覚えなくていい唯一の人なんですよね、うんうんうん、なんでかっていうと、まあ、昔伝記読んだら、うん、揉め事を切る前に片付いたんですね、ああだから歴史に残るようなことがなくて、うん、泰時じゃドラマ作れんわと思って、うん、確かにそうですよ、はい、確かに言われてみるとそうですよ、うん、なんですかね、怪盗ラーマを切るじゃないけどね、はい、早め早めの手を打ってますよね、うん、
でも本当は孫子じゃないけどそういうことを評価すべきなんですよ。本当はそうなんですよね、うん、ドラマにはならない、ならない、まあ、北条泰時とか嵯峨天皇とか、うん、もうちょっと私いろもう私が褒めてる歴史上の人物のね代表的人物なんで、うんうん、地名も有名もなしなんですよ、ね、はい、うん、まあでも本当に、ね、確かにそれを言われてみるとそうなんですよ、うん、だからあの当たり前のようにやってることをこれは清盛でも何でもそうですよ、はい、当たり前のようにやった人は本当はすごいんですよ。本当そうなんですよね、うん、歴代天皇そういう方ばっかりですからね。あの私ね司馬遼太郎さんの話でね、まあ、司馬遼太郎さん今批判されてるんですけど、まあ、確かに一理あるなというのは日本のいわゆる朝廷っていうのは、まあ、女性的な性格だ、うん、だから争い好まないんだっていうね、それは本当に真理だと思うんですよね、うんうん、そうですね、うん、はい、うん、ということですね。まあ中野さんお付き合いいただきありがとうございます。だいぶ脱線しそうになって申し訳ありません。またあの別の特番でもよろしくお願いします。ありがとうございます。